はいどうも、今回は、キャラクターに、持っている、停止性技に関しての話をしていこうと思います。まず最近というか、前回の、調整から、強化されて非常に使用人口が増えた、シェルミーなんですが、シェルミーの何が停止性技かといいますと、しゃがみローキックやしゃがみ B が停止性技なんですね。それで、何が言いたいかと言いますと、停止性技に対してどのような、行動をすればいいかとか、停止性技に対してどのような技で潰すとか、どのようにリスクを与えていけばいいかとか、その辺の話をしていこうと思います。まずなんですが、停止性技に対して、有効な手段、有効な、手段として多分このようにジャンプを用意しておいて、停止性技が絡めたらフルコンを決めればいいという、考え方も、あるんです、あるにはあるんですが、その準備、その意識だけでやっちゃうと、シェルミーや、クローデンにしてもそうなんですけど、耐久が非常に強いので、飛ばせて落とすの形になってしまう気がしたんですね。停止性技といえば、スライディングもそうなんですが、スライディングに対して垂直ジャンプを合わせるとかやっちゃうと、垂直ジャンプに合わせるとかやっちゃうと、その垂直ジャンプを潰されるっていうことがよくあるので、あんまり読みでこうやって垂直ジャンプ、飛び込んだりするのは、のばっかりやってると、永遠に対空で落とされてダメージを取られて負けるっていうパターンに陥りがちなので、そこを注意したいですね。では、どうやって、停止性技にリスクを与えていくかと言いますと、停止性技を潰せる牽制技ですね。例えば、テリーなら、遠距離立ち B がいいですね。今、相手になってますけど。ちょっと早めに出すけど、来ることはないです。それでも、で負けると相手になっちゃいますけど、大体着地と同時に遠距離立ち B を出して一方的に勝つぐらいなんですね、これ。じゃあ他の技で同じことやったらどうなるかと言いますと、こんな感じになります。大体着地と同時で一方的に負けちゃうんですね。なので基本的に、あとシェルミーの場合、発生が早くて、前方方向に発生が早い技っていうのがなかなかなくて、しゃがみ、強キックやしゃがみジャックキックで地上牽制するしかないような感じになっちゃうので、やはりそこは基本的には、停止性技を出してくる可能性が高いので、なるべく停止性技を潰せる技で牽制していった方がいいと思います。テリーの場合、遠距離立ちジャッキやクラックシュートですね。クラックシュートのセンターを当てれば反撃できないので、クラックシュートや遠距離ジャックキックで牽制していきたいですね、という話でした。